2022年をもってレブゼンは YouTube 活動を YouTube をやめるっていう言い方ではなくて、もう俺らは YouTuber って呼ばれたくないのよ。発表したら悲しむと思うけど、決めたことがあるから今年1年去年海外で頑張り続けて、もうそんな世界まで、でもまた日本に帰ってきて、やっぱレッドゼンすごいねとか最近言われるようになって、いろんなことを経験して決めたことがある。2022年をもってレブゼンは YouTube 活動をいたします。それは YouTube をやめるっていう言い方ではなくて、もう俺らは YouTuber って呼ばれたくないのよ。何年も前からずっと言い続けてる。俺らは YouTuber じゃねえ。だって YouTube やる前から Twitter やってたし、 Twitter やる前から YSP やゴシゴシ出してる。そんな前からずっとレベルやってんのに YouTuber って言われて、こういうふうに日本人に向けて日本語でバチャバチャと響くったり、夢に夢をだなみたいな、そういうのは2022年をもって引退します。